どうも、この丸です。キタロです。じゃあ今日はモデルプレスさんのダンスが上手い男性グループメンバートップ10について話していきます。モデルプレスさん恒例のね、国民的推しランキングの、まあ、ランキングで,で、今回ダンスが上手い男性グループメンバートップ10ということで、もう我々に馴染みのある面々が勢揃いだったね。ねえ。やっぱさ、いいよね。<laughs> ダンス上手いっていいよね。わ、うん、かるよ。ねえ。ねえ。 じゃあ早速ね、紹介していきたいんだけど、まず7位が、エンティーム K くん。なんかさ、去年もさ、あの、我々このランキング取り上げたけど、もう去年に引き続きって感じだよね、K くん。そうだね。なんか、読者コメントみたいなやつもさ、あるけど、やっぱり、まあ、スタイルの良さ、高身長、あとやっぱ体感の強さを生かしたダイナミックなダンスとか、わかるーみたいな。わかるオンパレードな。わかるーってなるから。<laughs> <laughs> 本当に。いや、そうだね。 しかも、同時に色気のあるダンスも、みたいなさ、その、そ色気みたいなとこもすっごいわかるよね、<laughs> ケイん。ああ、わかる。あとなんか、あれだよね、ちょっとさ、 なんか、なんていうの結構グルービーな動きすごいする人だよね。それが私結構特徴かなと思うわ。なんか、なんだろう。腰でダンスするところあるっていうか。あー。わかるわかる。かるかるなんか、なんて言うのだからちょっとやっぱ洋楽の雰囲気があるっていうか、なんかやりたい表現がそういう感じ、うん、多分まあも、うん、もともとさ、最初のスタートが多分 LA 留学だから、なんその豪華なス <laughs> なんそのス。スタートが。<laughs> <laughs> スタートで、ね、まあもちろん日本でやってから LA 留学行ったと思うけど、うん、多分結構伸びる時期に LA 行っとるから、うんうん、なんかその洋楽どっぷりな中で培ってきたやつとか、しかもデビュー前にも LA 留学行っとるから、ハイブさ、<ー>デビュー組のようにはんでなるほど、なるほど。うん。なんかそういうさ、なんかちょっとアメリカっぽい感じの、<laughs> なんか雰囲気あるよね、と思う、うんまあ、そうだね、やっぱあのきっかけブルーノ・マズだったりするしね。そう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 。 で、BTS に憧れてっていうあれだけど、なんか、その元々はブルーノ・マーズって思ったら、なんかそういう感じを表現したいんだろうなっていうのがダンスに現れてるみたいなところあるし。うん,う,んうん。うん。で、あとやっぱ K 君といば、クロスサーのさん、あのなんかの、K 点小えみたいな、なそういうさ、こ <laughs> こも最高だよね。<laughs> あの、あれですね。あの、打ち合わせして、くまくんと一緒に、なんかチラッとなんか、チラリズムしてくれるみたいな、 なんかそういう遊び心っていうか、う楽しませようみたいな、なんか、うん、そういうサービス精神あるよね、ダンスにね。うん。あ、あれ楽しませようなんだ、もうそんな、それどころじゃないね、こっちは。なんかさ、楽しむ、楽しいっていうか、<laughs> それ越しちゃうみたいな、なんかギヤーみたいな感じじゃん。<laughs> そんな、私より絶対興奮してないはずなのに、すごい言ってくるじゃん。私の方が興奮しとくからね。<laughs> ごめんね。って <laughs> 言ってしまう。何の、何の興奮マウントなの <laughs> まあでもなんか結構毎回さ、ほら、 同じパートだけど、毎回変えてくるみたいなのやっぱ楽しませようとしてる表れやで、うん、そ,そうだね。うんうん。なんかそういうところもいいよねっていうね。確かに。で、第5位がマーゼルのランクンなんかランクンもさ、前回、去年もランクンしてたと思うけど、なんか順位的なすごい上がってるイメージあるね。そうだね。 あと、このさ、バッと一覧さ、見た感じでさ、結構上位ってさ、そのグループの顔みたいな人たち、ダンスの顔みたいな人たちの顔ぶれだと思うんだけど、やっぱマーゼルといえばラン君みたいなところもあるね。そうだね。いや、でもマーゼルみんな <laughs>、うまい人超多いっていうかさ、うん。確かに、タックンとか、リュウキくんとか。そう,うん、そう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 。で、まあラン君もそしてわかるんよ。めっちゃわかるんよ。わかるよね。うん。あとやっぱさ、あの、 もともとさ、ほら、ポップダンスのコンテストでさ、受賞経験があるとかさ、なんか、うん、もうすごい方やねんか。受賞した人、BMSG に集まりがちみたいなとこあると思うんだけど。<laughs> いや、ほんとそう。<laughs> しかもさ、やっぱその、多分ラン君はさ、そのポップダンスから、そのグループのダンスとしてさ、なんか、結構いろんなジャンルをやって見せてくれるみたいなさ、感じがあって、うん、なんか、そのもともと得意なのを生かしつつ、結構しなやかな雰囲気とか、なんか表現とか、しかもそれってさ、やっぱオディ 受賞を受けてからどんどん増やしていったような感じするっていうかさ。 うん、うん。なんかそういう変化とかも楽しいだろうね、見ててね。確かに、そうだね。え、なんかそうだね。このコメントとかをさ、見るまで、ちょっとポップダンスっていうのちょっと忘れとったかも、ランくん。うんうん。あ、そっかそっか、ほ、うんと。うんうん、うん。そうそう。なんかそれぐらいなんか今本当にいろんなジャンルのイメージあるから、そっか、もともとそうだね。今思い出したわ。確かに。うん。うんうん。えー、そう考えるとすごいね。そう、すごいよね。まあ、しかも歌もうまいしね。なんかさ、よくよく考えればさ、うん なーいでーが歌っとったんだよ、オーディションから。<laughs> やばない。<laughs> そうでしょ。確かに。うん、確かに。ザストの最初のね、あの時だよね。そうそう。ね、うん、めちゃ高音のむずいやつ普通に歌っとったんやばいよね。<laughs> そっからやばいじゃん。うん、確かに、確かに。で、4位が INI の木村雅也くん。いやー、まさにもうほんと納得のランクインだよね。<laughs> そうだね。なんか、なんかでもさ、コメント見てたらさ、高校生になってからダンス始めたってさ、なんか忘れとって。<laughs> 確かによく考えればやばいよね。<laughs> ね。 あ、えー、ちょ、そっか。ってか俺なんかそういう経歴っぽいのあんま意外と知ってなかったかも。えー、高校生かいや、話したことあるって。ん然話したことあるよ。 あるあるあるるけど忘れとったと思ううん忘れとったあそっかえ改めてびっくりえだからうますぎだとしたらやっぱうますぎるよねうん、うん、でもそっか西くんとかも結構そういうタイプだもんななんかすっごい幼い時からって感じじゃなかったから確かに、うん、でもさやっぱさダンスってさそのもちろん小さい頃か,ら頃からやっとったらめっちゃうまくなる人も多いじゃんでもなんかさ、うん、あのその18とか、まあ、16ぐらいか高校ぐらいだったらなんか1516とかから始めて上手くなる くなるっていうのもそ,んな多くないそこからは結構そんな多くないイメージあるけど、うん、なんか、やっぱ、センス <laughs> 体感とか、いろいろあると思うけど、うんうん。 ああ、でも絶、そうだね。絶対そうだと思うんです。やっぱセンスだね、やっぱり。あと、ま、練習量。うん、あの、うんうん、ね、どれだけ好きかとかね、いろいろ。そうだね。いやー、すごい。そういう意味でもなんかさ、かっこいいよね。なんかさ、うまいねっていうだけじゃなくて、なんかこう、いろんな努力とか、こう、いろいろ試行錯誤して、うん、めっちゃセンスある感じでさ、バーンってダンスうだったみたいな。なんかそういう努力できる人とかさ、うん、なんかすごい押せるっていうかさ。わかるようん。 あとその特に女性の曲をあんなに綺麗に踊れる人はマサイくんだけですみたいなコメントもあるけどさ。いや、本当そのしなやかさみたいなんとかほんとそうでさ。なんか俺、原曲知らんのやけど、ベビモンの曲をね、TikTok で踊ってくれた時あって、そのマサイくん、超好きなん。しかもさ、そのベビモンのさ、今話題になっとるのはシェーって曲なんだけど、それじゃなくてその前の曲やろ。その、バラッバラッバラーの方でしょ確か <laughs> そう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 。パッパッ

そうだね。さ、確かに最近女性のね、曲ね、グループの曲やってくれるし、うん、なんならさ、もう解禁になってるよね。よくさ、女性、ね、女性アイドルの方とも一緒にやったりとかさ。ああ<ー>、そうだね。増えてきたよね。うん,うん。増えてきた。そうだ、最近で言えばそう、フェンファンとアイリットをやったりね。ギューゅューギューギューやったり。ああ、知っとるいや、ちょっと待ってよ、知ってますよ。<laughs> 曲知っとる <laughs> 知っとるわ。<laughs> いや、さすがにね。さすがに。 で、第3位がナンバーアイの平野翔くん。翔くんもね、めっちゃダンス上手いから。 いや、なんか、平野さんってさ、こんなにさ、顔がさ、国宝みたいな感じじゃん。まあ、みんなかっこいいよ。うん、てか、ここに、今名前うちら挙げた人みんな顔面国宝なんだけど、でうん、平野さんもすごいじゃん。なんか、ザ、ザアイドルの。うん。すごい、俺はアイドルの顔面国宝ですみたいな感じじゃん。うん、平野さんって。うん,う,んうん。なんかさ、その顔だけでもさ、なんか多分人生やっていけるのに、ダンスもバキバキ上手いのやばいよね。<laughs> 普通に考えて。確かに。確かに。わかるよ。言いたいことはわかる。そう、顔だけ。 でもうあの顔を持ってたらそれだけでもいいのに<う>ダンスもやっちゃうっていうう,うまいっていうめちゃくちゃそう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 、うん、ねえ何かしかもさやっぱただうまいだけじゃないうまさのある方だからさ、うん、ねえ何かそれはすごいよね何かダンスが好きなんだろうなってさ何かパッと見ても思,い思う感じのダンスされるじゃんやっぱりそうだねあとやっぱそうだね顔も華やかだからやっぱその目がいくっていうかさそのやっぱねえかっこいいよ いいなってなるよね。わかる。あとさ、コーチラとかのやつもちょっと書いてあるけどさ、なんか、うん、やっぱそのダンスブレイク的なところ最後のダンスパフォーマンスメインみたいなところとか、やっぱり結構、ふーって感じだったから、やっぱこうダンスでこう沸かせるみたいなのもさすがだなと思ったじゃん。うん、なるほどなるほど。で、第2位が b r s t のソータ。いやもうこれはね、もうそうですねっていう感じだよね。いやーもう、 ソータのやばさ、ね、なんかあの、年々、あ、やばい、やばいってなるもんね。わ <laughs> かるよね。うん、いや、そうな。いや、なんならほんと最新曲マスタープランでもさ、ほんとにソータのやばさまあ、そのコレオとしてのさ、その、能力もそうだし、そもそものダンス能力もだし、なんて言うんだろう。もうそれやばいでしかないからね。怖く、最近うちは怖がっとんもんね、やばくて。うーん。恐ろしい。恐ろしい。 いや、そうなん、そうそう。だから自分で作ってるじゃん、なんからこれを。だから、うん、その自分の良さもやっぱ引き出してる。最大限出してるような感じがする。うん、でも、多分そうだってまだ俺できますって思ってるから、それも怖いし、そういう意味で。わかる。いや、そうな。そうなん。なんかさ。 別に控えめにしてるとも思ってないけど、作品として素晴らしいから。うんうん、だけど、まだまだ出せる何かは絶対持っとんねえかねえ。うーん、そう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 。だ今ので控えめ選ぶブ言うならどうなるってことなんだ、<laughs> 本当に。ちょっと待っハルピセンターのね、好きだよ、あの曲。<laughs> <laughs> HKT48 のね、曲だよね、<laughs> 確かね。そう,そうそうそう。うん。いや、わかるわー。 あとこ、そのコメント欄とかでもさ、その、視座の高さとチームの底上げ力も半端ないみたいな、なんかそれもめっちゃわかる、その、チームの底上げみたいな、その、ソうタってさ、その、 振り付け、そのもちろん、振り付け作ってる上で、なんかその、すごいもの求めてくるじゃん。すごい振り付け、どんどんさ、<laughs> 難しくなってくじゃん。<laughs> そうだね。うん、何あれってなるもん。<laughs> そ,うそうそうそう。そう本当に、その、メインストリームからマスタープランでも本当そう思ったし、だから、うんうん、なんて言うんだろう。そう、チームの底上げっていうのはめっちゃわかる。その、みんな本当なくなってるから。うん、わかる。なんか、いや、そうだね。だから影響力すごいよね。グループにもたらす影響力がね。うん。うん というかなんかそのグループっていうかそのなんていうのうちらにもやっぱ影響を見てる。で、多分アーティストもそうだし、その普通に見てる視聴者的な普通のファンとかでも、で、なんかこんなことできんのっていうさ、なんかどんどん底上げされてる感あるっていうか、なんか、じゃあ私何回も言うんだけど、こういうね、ほんと上手い方たち出てこられたら、私もしアイドルなら男性アイドルだったら、ほんと しててくれって思うね無理無理みたいな。<laughs> その、一位の子はやめてって思う。<laughs> 本当に。そうだね。いや、本当に、いや、こっち会話行こないでみたいな、そのさ、<laughs> そ<う>そのなんでこっち来んの<う>みたいな。世界一位はダメよって言ってたじゃんって思うんよ。本当に。<laughs> そう、だからさ、すごいさ、あの、 てか、正直もうみんな名を始めるから、ソートとか、こう今名前上げてるような人たちがいると。なんかさ、ただ上手いだけじゃダメになってきとるよね、最近ね。確かに。うん、いや、てか、本当にそうだよね。だってさ、今名前上げてきた人たちって、そのさ、結構そのデビューもさ、比較的さ、時期浅いめのグループの子たち多いから、うん、から最近のレベルの高さ、異常だよね。うん、異,常異常、異常、うん。クレイジーしとる、クレイジーしとるよ。クレイジーだよね。うーん。うん なんか、それの代表格かなって思うよね、やっぱ、そうたは。うんうん,うん、うん、いや、わかるわ。で、第1位が JO1 の川尻レくん。いや、んくんが1位ってことで、もう、これもマジで納得だよね。もう一生言わせてほしいけど、んくんのつかめで心つかまえたからね。 休 <laughs> まず。ば<や> <laughs> 一生痩せて <laughs> <と>それね、やっぱ語り継いでかんな、ね、いけんよ。やっぱり、うん、その、プロデュースオンワンシリーズっていう韓国でめちゃくちゃヒットしたオーディション番組を日本でやりますと言って、でも日本は事務所所属じゃなくて、一般の方からを募集しますってなった時に誰もが失敗すると思ってたじゃん。<laughs> そうだね。<laughs> んみんななんか結構もう反発だったもん、ね、反発 <laughs> そんなのうまくいくわけない。だってあれ事務所,所所属だから面白いんだよって。ね、ただのオーディションじゃんってなって、 分けてみよう。センターでさ。<laughs> シルバーヘアのレン君が <laughs> つかめ流れてみーようって思ったよ、ね。いや、そう。本当,本当、あの最初のパってでれんくの顔出た瞬間、ご成功だってなったよね。いや、もう本当にそうなんか、本当にそうだよね。<laughs> だって。え こんな上手い人来たのみたいな。こんな上手い人センターになったんっていう。うん、え、だって、正直な話、あの、韓国プデュの、その、アイシグナルソング、もうめっちゃ好きじゃん。うん、あと、うちらも結構好きじゃん。うん、で、やっぱいる各さ、もう伝説のセンターたちがさ、バンバンでデビューしてったわけだけど、うん、その、レンクのダンスやばすぎて、<laughs> なんか、え、本当に上手い人来たみたいなさ、あれになったよね。わかるわかる。なんか、過去のセンターって、 もちろん上手いんだけど、その、なんか,なんか結構スター性とか華やかな、うん、ちょっとセンター脂質みたいな人が多かったじゃん。うん。うん、そ,うそうそう。それはそれでめっちゃ好きなタイプなんだけど。 ガチで上手い人センターになんかみ,<う>みたいなやつだったそうだよね。ガチで上手くて、しかも、あの、目でこう、やっぱそう、こう、こ,こう、心そうみたいなさ、目でスーンってさ、うんうん、なんかさ、こう人を掴むさ、あの、な、うんか心掴まれる名しだったのか、本当に。いや、わかるわかるわかる。めっちゃわかる。うん。そ覇気やばくて、掴め感想うちの <laughs> いい。いや、久々に掴め感想を言えてすっごい楽しい。<laughs> わ <laughs> かる。うちら、レン君のつかめでずっとね、最初やっとったもんね。<laughs> いや、そう。いや、でもね、なんかその、このさ、今あげた面々、結構その、まあ、平野翔君以外はさ、レン君より後輩っていうか、割とそう、出てきたグループ、うん、デビューで出てきたグループとしては、 そういうパターンだと思うんだけど、なんか、レン君っていうか、まだ、あ、あのシリーズでセンターやってたレン君の影響力ってすごく大きかったと思うよね。例えば、まさにとかは、もうレン君見て2を応募してるし。そうそう。だからその、ボーイズグループ、やっぱりそのね、大手事務所と言われるさ、あのね、グループじゃないところでも、ああいうことができるんだって知らしめた存在なんじゃないかなと思うよね。いやー、そうだと思う。もう本当に、その、うん、そういう宣伝になったっていうかね、レン君が。 だって、う,うん、これでちょっと違うタイプの子がセンターになっとったら、それはそれで面白いと思うけど、なんか、また違う感じになってそうだったかもしれんね。なんか、こう、うん、実力がある人たちが選ばれてくんだっていうのが、結構やっぱ日本でもさ、面白いなって思われたやつだったじゃん。なんかやっぱり今までの日本だったら結構キャラクターとかさ、そ,ね、そのスター性とか、うん、それもめっちゃ好きなんで、うちら本当大好きなんだけど、大好物なんだけど、うん。プラスダンスまじうまいみたいなやつが来ちゃったから、<laughs> なんか、そう。うん。 なんか後、あとに、じゃあ俺も、俺も俺もってなるよね、そりゃね。なるなるなる。うん、なんか俺もなんか夢見ていいんじゃないかとかさ、その、例えば男性やってた人たちが、やっぱそういうね、前に出たいとかさ、うん、そういうね、うん、やっぱレン君が結構切り開いたパイオニア的な側面あるよね。うん、てか、男性だけじゃなく女性にもやっぱ影響ある感じするよね。う,ん、うん、そうだね。やっぱすごかったじゃん。だってそして今もそうやからね。ああ うん、いや、そうなそれでいてレン君ってさ、普段ふわふわで可愛いさ、のも可愛いよね、ギャップが。そうそう。そしてちょっとサイコバスなんで、ね。ちょっと怖いから。<laughs> それも好きなの <laughs>。それもいいよね。わかるわかる。レン君のダン、レン君のダンスの中身とかよりかも。レン君とはみたいなところで感想言ってるね、うん、今。<laughs> いや、そうだね。レン君ってでも面白いね、本当にね。うん、うん。不思議。ね 以上でね、今回は、モデルプレスさんの国民的推しランキングのダンスがうまい男性グループメンバートップ10について話してたんだけど、いやーなんか、我々、本当にいつもね、その動画とか取り扱ってる面メ々ンメンが、なんか上位にたくさんいるからすごい嬉しかったね、楽しかったし。ねーしかもあれなんださ、そのさ、調査のさ、年代の内訳みたいなやっぱ20代の方が一番多く投票されてて、っていう感じだから、本当になんか、こう今、 結構がっつり、その現場にも行くような方たち、中心に投票したんだなっていう感じするよね。うんうんうん、まあ、なるほど。確かにそうだね。なんか本当さ、この今すごいダンス盛り上がってるからさ、そのシーンが。だからやっぱみんな本当、うん、さっきこんなもの見たけど、結構みんな目が超えてる中でのランキングって感じするよね、本当に。そうだね。あとはさ、例えば、トラビスジャパンの宮近海斗くんが8位だったりとか、 キングプリンスの高橋海斗くんが6位だったりとか、なんか我々もね、何度か取り上げたことがあるような方たちも他にもいて。そう、だからほんとすごいんよ、トップ10が。みんな上手いんやろ。その、<ん>宮近さんとかもめちゃ上手いやろ、多分ね。うん,うんうんうん。うん、いやほんとほんとう上手い。センターだし、トラジャーの。 あとはね、その、キンプリの高橋海人君とかだったら、ソうタとね、幼馴染みで、一緒に番組とかやってたりとか、なんかちょっとその番組内で踊ったりとかもしてたりとか、馴染みもあってね。しかも結構昔からやっててのやつだもんね。そう小さい頃からやってての。うんうん、そうそうそう。あのしょ、湘南マジどうなっとるんと思ったもんね、本当とに、ね。<laughs> う<さ>湘南地,地域にね、何がそうさせるんって思わなかった。<laughs> ね。<laughs> 本当に。しかも同時期にそのさ、同世代でね。うん。いやー、<ー>そうそうそう。富山で起きましたかっていうその現象が、本当に。<laughs> <laughs> いや、きません。本当に。起きませんよね。起きません。最近のスター、ランジャタイ、国崎さんなんだから、本当に。大好きだけど、お<笑>,<笑>,笑い芸人で、やっとスター出たと思ったもん。富山出身の。<ー>身のなるほど。うん、<laughs> アイドルはなかなかね、なんかあんまないよね、うん、富山ね。羨ましいよね。うん、ねまあ、だからさ、モデルプレスさんのランキングは楽しかったね。本当そうそう